NHK の五十嵐と申します。被服支廠の関係でお伺いします。県所有分の3棟すべて保存してほしいと、インターネット上では1万5000人近い、署名が、6日間で集まりました。まずこのインターネット上の署名について、湯崎知事はどう受け止めていますでしょうか。はい、インターネット上の署名なのか、別途署名をいただいているんですけども、これはさまざまご意見を、いただいておるところでございまして、それをしっかりと受け止めて、いかなければいけないというふうに考えています。いずれにしても、旧被服支廠は劣化が進行しておりまして、ご承知のとおり震度6強の地震で、倒壊崩壊する危険性が高いという調査結果になっていますので、去年のブロック塀の倒壊事故がありましたですよね。女の子が亡くなるということもありましたけれども、本県でも危険な状態にあるブロック塀の撤去等を進めているということもあります。危険な状態にあることが判明している旧被服支廠についても、周辺住民の皆様、あるいは通行されている皆様の安全確保を図るために必要な措置を講じるということも、我々で県の責任だというふうに考えておりますので、そういったいろんな諸々の観点を踏まえてですね、今パブリックコメントも行っておりますので、いただいた署名の、ご意見も含めてですね、繰り返しになりますけれども、しっかりと受け止めて、これまで平和であるとか建築の関係者のご意見もいただいておりまして、そういったこと、あるいは経済性の影響というのも考慮しながらですね、国や市等の関係者との調整というのも踏まえて、ふさわしいことのあり方についてさらに検討を進めていきたいと考えているところです。それから被爆者団体、原水協など、原爆の被害を受けながらも、多くの被爆者が亡くなった建物であることから、昨日終了して、3棟保存を求めています。このまま1棟外観保存、2棟解体という、県の方針のまま新年度の予算案を、策定されるお考えでいらっしゃいますか。現状においてはですね、そういうことですね。ただ最終的に予算調整まではまだ時間がありますので、その間、今のようなパブリックコメント等を、踏まえてですね、議会のご意見もお伺いしながら最終的に決定していきたいということです。すいません。それから先ほどローマ教皇の話もありましたが、この被服支廠のニュースは海外メディアの BBC でも取り上げられていて、国際的な関心も高まっています。被爆75年を前に国際社会に向けてこの問題はどのように発信していきたいとお考えでしょうか。どういう意味ですか。この被服支廠のニュースが、イギリスの公共放送 BBC でも取り上げられるなど、国際的な関心が高まっている状態です。来年被爆75年となるわけですが、国際社会に向けてこの被服支廠の問題はどのように発信していきたいとお考えでしょうか。被服支廠の問題を発信したいっていうのはちょっとよくわからないんですけども、いずれにしてもですね、いろんなご意見がありますので、そういったご意見を、踏まえて、最終検討してい、きたいということで、それがどのように伝っていくかというかですね、方針を決めれば、それはご説明をすると思いますけれども、なかなかこの発信っていう、世界的に発信っていうのとはちょっと違うかなというふうに思いますけれども、ご説明はしていくということだと思います。最後にですね、予算編成の話なんですが、限られた予算をどう使うか、この予算編成はトップとしてのいわば、政治判断になると思います。高速5号線の双葉山トンネルの増額分は、87億円、その予算がかけられる一方で、
被爆建物である被服支廠、これに8億円しかかけられないのかといった被爆者の声もありますけれども、これについてはどう受け止めていますか。はい、それは多分に誤解があると思うんですけども、高速5号線というのは一旦、県市が出資をいたしますけれども、これは利用料金で償還をしていくという趣旨のものであります。つまり、最終的には返ってくるということですね。で、被服支廠の予算というのはこれはある意味消費をしていくものでありますので、これはちょっと性格が、比較をするにはちょっと性格が違うのかなという。他に質問のある方は、中国新聞のことと言います。お願いします。先ほどデジタル化社会への対応の必要性というのを強くおっしゃっていましたが、その関連で来年度から広島県立高校の35校で、保護者負担で、ノートパソコンかタブレット端末を配備するという話が出ていますが、実際これはこの規模で生徒たちに1人1台デジタル端末を持たせるということを県負担で、県費負担でやるということは難しいのかということと、そこについてのお考えと、あと知事がかねてから掲げてらっしゃる学びのセーフティーネットとの観点で、今後、すべき県と公教育としてすべきことは何かと、お考えでいらっしゃるかをお聞かせください。はい、教育委員会から、説明を受けて、いるところによりますと、来年度、県立高校35校で、導入を予定している生徒用のコンピューターというのはですね、学校の授業であるとか、あるいは家庭での授業の振り返り、それから課題を自宅で提出するといったこの、学校のこの用途として使うということのほか、常時生徒が専用で自由に使用できると、家に持って帰るということも含めてですね、個人、生徒が個人で使用する参考書などと同様に、考えているということで、公費ではなくて保護者負担での導入を、進めたいというふうに聞いているところであります。一方で学びのセーフティーネットということも配慮する必要があるということだと思いますので、そういった観点から、経済的に厳しい家庭に対する支援についても、今、教育委員会の方で検討をしているというところでありまして、私もその方向を踏まえて対応したいというふうに考えているところです。ありがとうございます。一方で国は今回の経済対策などで小中などの義務教育段階においては公費で ICT 端末を配備するという話を出しているんですけれども、そういう意味では高校に関してはあくまで私物としての扱いに位置づけるということへの知事のご理解はどのようなものでしょうか。小中段階の、このパソコンの配備というのはですね、前提として学校内で使うとこういうことと、個人使用に使うものではないということが前提だというふうに理解をしています。で、今回高校でこう使って、もらうというのはですね、学校での使用はもちろんなんですけども、そこだけではない、個人使用、そこでにおけるやはりそのリテラシーの改善というのもあるんだと思うんですね。で、そういう面もあるので、公費ではなくて保護者負担での導入ということを考えているというふうに理解をしているところです。ありがとうございます。すいません、最後に1点、個人で個人の学びを質を上げていくためにそういうものを使って高校生に学んでもらいたいという気持ちは大変理解しているんですけれども、一方で、保護者の方にそこを理解してもらうために知事としてはどういう、メッセージといいますか、どういう形で理解をしていただきたいという思いでいらっしゃいますか。
そうですね、新しい時代に向けての、まあ、ある意味で言うと、学用品に近いものなんだというふうに受け止めているんですけども、まあ、従来ノート鉛筆を使っていたものがですね、次の時代にはこういった ICT 機器を使っているというふうに時代が変化をしているということだと思います。そういう中で当然これはグレーなゾーンなわけですよね、グレーのゾーンなわけですけれども、今のような新たな時代に対応していくという、新たな時代に対応する上で必要な学用品ということで、ご理解をいただきたいと思いますし、ぜひご家庭でもですね、それを活用して、これはいろいろこうルール作り、家庭内での使用のルール作りとか、これスマホと同じような形でですね、必要になってくるんじゃないかというふうに思いますけれども、そういったことも含めてですね、教育効果が高まるようにですね、ご家庭でもご活用いただきたいなというふうに思います。そろそろ時間がありますので、最後の質問をしたいと思います。どうぞ。中央構想の秋吉と申します。今回英語の民間試験の導入で続いて国語と数学の記述問題も見送りになるというふうに報道されてもいるんですけれども、県内の準決勝にも混乱が生じると思うんですが、この一連の経緯についてどのようにお考えているかお聞かせください。これは多分に、なっていますか、非常に専門的なことでありますので、なかなか私もコメントが難しいんですけれども、ただいずれにしてもですね、この来年度の入試ということで、もう1年ちょっと、目前ですよね。そういう中で方針が2点3点をしているということについてはですね、やはり受験生の皆さんに、不安を与えているようなことではないかなというふうに思いますので、やはり安定的にですね、しっかりと準備ができるように、今後検討いただきたいというふうに思います。これは知事としてというよりは個人的な感想ですけど、はい、承知しました。はい、ありがとうございます。はい、NHK の畑です。被服支障に関連してなんですけど、パブリックコメント1月16日までの募集ですが、予算編成の大詰めの時期でもあると思うんですけども、このパブリックコメントをどの程度その反映されるのか、つまり前途を残してほしいっていう声が多かった場合にそれは排除されるのかどうか教えてください。繰り返し申し上げてますけれども、いろんなご意見を踏まえて、最終的にどうするかというのを考えていくということであります。じゃあパブリックコメントもちゃんとその、一定程度配慮されるということですね。いや、それは当然です。他に質問のある人はありませんか？あるならありますけど、大丈夫ですか？もう時間ですよ。それとしたら時間が参りましたので、申し訳ありません。次回の定例会見は10月24日火曜日の10時半から予定しております。はい、ありがとうございました。